クルーマイメイメイメイ。うお、やった。アバーガー。おお。おい。あの、俺だけなんか議論杯のすげえ時間かかったんだけど。それさっき言ってました高田さんが。あ、すいませんでした。聞いてませんでした。なるほどね。つらないでよ。ベントバグ帽子ですよ。ベントバグ帽子。なるほどね。あ、すごい。キッチンだな、キッチン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 。じゃあ一番左でいいのか、椅子にせよ。おい、押しミスしてんじゃねえよ。どうしよっかな。どこの弁、藤梅たか、肉れたを。取りたいなぁ。怪しくなんか入った。お、怪しくなるけど残っておこう。席の方行っておかないことにしておこう。おぉ、あら、おぉ、ピカさんなんか一瞬ドアから離れたのは女性の中に誰かいる、奈良子さんが入ってったなーってのが見えたから、一応奈良子さんであることの確認のために入ったって感じかな。ああ、わかりました。まあ、どうせドア来ても、キルクル溜まるから。Tさんって、うん、メインからエンジン入ってきました？いや、エンジンからメインに行こうと思ったんだけど、ボタンに行こうと思ってボタンに。ああ、その折り返しか。なるほど。うん、いや、ドア閉まってた。怪しい人ばっかな。ナノコさんが全然怪しくないです。そうですね。伝わったかな今の。二人いたけど。ドミンチラ見して、うん、誓ってくる人いないね。おおいおい、あー厳しいな。テレン直したんじゃないですか。はい、ナナコさんです。白。ナナコさん全く怪しくないです。むしろ白。おもろいのがネロちゃんとナナコさんずっと一緒にいるんだよな。そうそうなんですよ。ただ別になんか本当に行く先にいるだけだから同伴、一緒に行動してるわけではない。同伴それ以上は失礼しました。アピールしたいけどなぁ。こういう中にいたことにしよう。また右すごい。嘘つきた。武器庫にいじる。ちょっと武器庫にいじるからちょっと怖いから入る。このがご主人だったらやばいかな。あれ意外と来ない。一回もう一回見ても。あ、すごいいる、すごいいる、すごいいる。これ。長くね。エンジンも長い。履歴よ。いやいやいや。梅健さんはやばいわ。梅健さんは3秒以内ぐらいのキルス。
高田健志が、エレクトリカルのポチタスクの前で、リポートをするのは見つけてから、まあ、2秒3秒遅くなってる。俺が勝ちタスクをやってからリポートしてるから。で、梅健はシャワー室の弁当のある方の方にいるのを確認して、七子がシャワーとメインホールの扉を俺が先に開けたんだけど、その後に多分メインホール入ってるはず。梅健さんけどほぼ藤宮に見えちゃうけどな。俺が梅健さん知らないからわかんない。あ、セキュでカメラをつけていて、で、七子さんと藤宮がセキュにいて、で、あ、七子さんは多分アップロードの方に来たと思う。てかね、全員俺合ってるわ。ネロちゃん貨物脇、高田健司貨物脇、で、梅健はシャワー室で見てるから、だいたい右だ。あ、ネロちゃん左行ってます。あ、ごめんなさい。で、梅健さんは、そのセキュでカメラをつけているときに、藤宮をビデオテープタスクに置いていって、僕が死体探しにエレキに入ったところですれ違って、2、3秒ぐらいにレポート。で、セキュに藤宮を。タスクやってるから、アルマがカメラにいたのは知ってるけど、梅健さんはわかんないから。アルマは対抗には出せない。僕、10秒前ぐらいに藤宮とピカさんをキッチンで見てるんだけど。停電したぐらいで、キッチンで分かれましたね。そう、停電、ピカクロスが展望で直してます。ピカさんは多分、うん、アルマが言ってることが本当なら、シャワーのキルと梅健さんのキルにはピカさんは関われない。まあ、てか、藤宮じゃないんだったら、奈良子さんだと思う。どっちかだと思う、実視点は。まあ、藤宮がテープタスクしてる途中に奈々子さんは通り抜けてキルしてるか、普通に藤宮がキルしてるか。っていうかそうでしょ。だからカメラ前から中野くんが右側行って、テープタスクに宮ちゃんがいて、俺がアップロードにいるっていう位置状況だから、エレクトリカルのここに死体があるんだったらその間にしか関われないってことでしょ。うん、俺視点だと宮ちゃんか中野くんしかありえないじゃんって今聞きながら思ったし。であと2キル無理な人が自視点でプテピカ。そうだね。ピカさんは2キル無理かな。でも一応左では見てるけど。うん。ガミさん、ネロちゃんって左って言ったの？あ、そう、ごめんなさい。あ、1回目の停電後にメインホールからエンジン側に走ってってます。あ、で、ごめんなさい。その後見ていて、おそらく多分宿舎の方に行ってると思います、その話であれば。私が、エンジンの配線するネロちゃんを見て、コックピット入っていくときにネロちゃんがまた右に行っていたので、メインから来たっていう話があるのであれば、宿舎に行ってると思います。ボタン押しに行ってみよう。いやー、時間やばいなぁ。これ、もう1回ボタン押しません？うん。いや、あり。はい、ピカさんが、右行きます。2キル関われないからピカさんにコミサボ行ってもらって、藤七アルマが右行って他全員左行ってほしいの。はいはい、藤七アルマね。はい、で左ね、左いいよ。あ、そっか、扉あれしなくてよくなったの。あれ、なんかダウンロードできなかったよ。いや、アルマ今ヌーン乗ってなかった、うん、はい、ヌーン乗って左来て、ピカクロスさんが今右にヌーンで走ってて、プテアスさんがアルマさんを切りました。えっ、あ、なるほどね。僕今はしご降りたところなんですけど、ボタン待機をしていて、左と右どっちか分かんないけど、ずっと直んねえなと思って降りたら、ガミさんが殺しました。ヌーンに乗ってきてるアルマを殺した。あ、それだと、あ、ちょっと待って、ボタン、はしごってキルクルたまるんだよね。プテさんがはしごを殺したのは事実なんだけども、あ、そうか、たまるんだったら、じゃあ、いや、どうでも、先にその死人情報出したくて、私とガミさんが昇降機左に入ってるんですよ、扉開けて。その時点でプテハシ、あ、その時点でアルマさんがいたって感じかな、確か。プテハシさんも立ってたように見えたんだけど、ガミさんどう見えてます？はい、僕が入った時点でプテハシさんはもうリアクター前に立ってました。そうだよね。そうそう。いや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 、それは絶対ないので、まあわかんない。ピカさんが証言を変えるかどうかだけど、その、もう立ってましたって言うんだったら、ここ二陣外になっちゃう。プテハシアルマがいたように見えたんだけど、ピカクロスさんが入ってくるちょっと前にアルマさんはヌーンで左に来てますね。うん、そうそうそう。リアクター走ってて、はい。だから、誰かがボタン前に立ってて、それでアルマさんが来てるから、立ってるのってプテハシさんしかいないから、プテハシさんの証言がずれてるわ。あ、じゃあね、リアクター右はもうずっと入力してたけど、一切直らなかったんで、リアクター左に立ってて。右は入力してたけど、左が直ってないから、まあ、左に人外がいるのは間違いない。うん、そうなると、自分視点は、ピカさんが1キロを取っている人と、人で、ガミさんが2キル目、ガミさんがマットまたは、いや、ガミさんが切ったかどうか分かんないんで、ガミさんがマットまたは2キルしてる人です。
まあ言葉尻捕まえて申し訳ないけど、さっきプテがガミさんが切ったって言ってたから、あ、ガミさんがレポートしてるのです。僕は見えてなかったから、犯人が。だからそう見えてるだけです。一応確認取っとくんだけど、そもそもアルマ視点でピカクロス、誰だっけ、ピカクロスプテハシがニキルに関われないからほぼ白状態っていう意見だから、俺はガミさんから落としたいんだけど。同じく。いやいやいや、間違えた時点で。ダメダメダメ、負けになるので、いや、ガミさん視点はそうだから、こうなったらもうライン戦かなと思いますけど、だから、ナナコさんとマットある？ガミプテの決戦投票しかないと思う。いや、ナナコさんはインポスターしかない。ガミプテの決戦投票で私の白を信じてくれるんだったら、プテハさんの証言がずれてる。ガミさんに入れます。そこはラインあるから、プテに入れてる。魚さんがマットじゃね、そうなると。わかんねえけど。え、アルマじゃあの発言は何なの？あら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 、一票入ってない。誰投票してないの？魚さんが入れてなかったかも。アルマはこうなったらもう白置きするしかない。ボタンないんで右行きますね。え、1キルすれば勝てる、1キルすれば勝てる。多分伝わってくるよ。お願い、1キルでいい、1キルでいい、1キルでいい。いや、これ近く行った方が危ないから。あ、アドミン、あ、ごめん、ナイス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 。これシェリフに切られる可能性もあるから、いや、これナイスナイス、1キル取ればいい、1キル取ればいい、ナイスナイスナイス。あー、ガさんが切りました。シェリフなんでガミさん投票でお願いします。かー、おろ、シェリフです。ガミさんに入れます、はい、ガミさんに入れてください。シリフです、ガミさんに入れてください。ピカクロスに合わせるわ。うん、プテさんに入れるけど多分これ PP だよ。うん、うん、いやすまん、投票すればよかったな。そうだね、どんまいどんまい。間違って切られないようにベント入ってます。シリフなんて言ったよし。いやー、命大事にでよかった、命大事にでよかった。あ、そうだ、報告書。せいやさん、また待って勝てましたよ、ありがとうございます。今日いないですけども、みやさんの分が頑張ってます。隣の終点さん、スマブラの時はお世話に。ダメかー。ナイスアイドル、ナイスアイドル。ネロシェリフか。ネロシェリフ。いや、これ8人の時のスキップでボタンいないの分かってたから、僕強引にキル取っちゃったけど危なかった。あ、いや俺もキルできたんだけど、ちょっとね、重なってて誰が待ったか分かんなかったからね、うん、ああ、なるほど。対立構造がめちゃめちゃね、はっきりした、七富士対抗だったし、プテガミ対抗で、うん、そうだね。最初の平和3ボタンで多分今までだったらもうタスクで、いや、そうだけど、もう絶対勝ちかなみたいな思ったけど、やっぱ、うん、このアップデートでいい感じの勝負になる。本当に敗戦が大変だから、うん。